皆さんこんにちは、ウィコン TV です。動画をご覧いただきありがとうございます。3月31日ですね、京都サンガからゴールキーパー松原周平選手の加入が発表されました J リーグの登録期間が4月の1日までだったのでギリギリの加入発表となりましたこの2日前に阿波カ選手の移籍が発表されていたので,で松原選手の加入で,でコンサドーレのゴールキーパーは4人ですね。 で、2種のアミン選手を入れて5人の体制を維持することになります。で、この動画では松原選手がどんな選手なのか調べてみたことをまとめていきます。で、松原選手ですが、コンサドーレのアカデミー出身の選手で、でコンサドーレアンダー1 5あとアンダー1 8に所属していました。で、12年ぶりに札幌に帰ってくるということになります。 でこのアカデミーの選手が戻るっていうことでツイッターのタイムラインも大盛り上がりでしたで今年は西選手の復帰もありましたし、まあ、アカデミーのカムバックが多い年になっていますでコンサドーレの公式ツイッターが昔のアカデミーの写真をアップしていてで若い頃の新野選手と深井選手と一緒に松原選手が11ショットで写ってる写真が公開されていました でそういう意味でも昔の仲間がいて、まあ、すんなり馴染めそうな環境でもあるかなというふうに思います。で松原選手の経歴紹介していきますで。コンサドーレアンダー18に所属していた松原選手ですが、2010年のトップチームへの昇格は見送られて上に上がることはできませんでした。その後ですね、松原選手複数のチームに所属していくことになります。で岡山、佐抜、 群馬、湘南で、もう1回群馬で京都と多くのチームを経験してきましたでまず2011年からはファジアーノ・岡山ネクストっていうセカンドチームですねここでプレーしていますで2018年 J3 の群馬ではレギュラーとして32試合これは全試合に出場しています2019年は J1 湘南ですね9試合でベンチに入っています 2020年の J2 群馬では10試合2021年は17試合 J リーグの公式戦でプレーをしていますで2020年は第8選手と一緒にプレーしてますねで2021年に群馬で契約が満了になった後にトライアウトに参加して京都参ガの加入が決まりましたで今年の京都ではルヴァンカップの第1節でベンチ入りしていますで京都での在籍は約3ヶ月ですね で去年の12月29日に京都入りのリリースが出てで今年の3月31日に札幌入りしていますで松原選手トライアウトで京都に入って移籍の期限のギリギリで、まあ、フルスからオファーがあって加入っていう流れですね、まあ、もちろん実力がある上で、まあ、こういうタイミングのチャンスを掴んでいけるっていうのは、まあ、ちょっと持っている運の一つかもしれません まあ,あと多くのチームでプレーしてるっていう経験も武器になるんじゃないかなっていうふうに思いますでこういうトライアウトを含めて紆余、まあ、曲折あって、まあ、ある意味泥臭い経験を持っている選手っていうのは、まあ、コンサドーレにもあまりいないタイプかなとも思いますでちなみに年齢は29歳で、まあ、ゴールキーパーとしてはまだまだこれからという感じでしょうかでこの29歳っていうのは福森選手駒井選手と同じ年齢ですね で今後のゴールキーパーの体制についてですが、で今のコンサドーレ、まあ、不動の菅野選手が君臨しているわけですが、セカンドキーパーがなかなかの争いになっているんですね。で今年を見てみると、まあ、小次郎選手はルヴァンで2試合スタメン、J1 では5試合ベンチに入っています。で大谷選手は、まあ、今季ベンチ入りはないんですが、菅野選手があの出られなかった時に J1 でいきなりスタメンを取っています。 まあなのでセカンドキーパーが小次郎選手かと思いきや、まあ、ベンチ外だった大谷選手が J1 の試合に絡んでくるっていうことで、まあ、なかなかのセカンドキーパー争いになっていると思いますで松原選手もまあ当面はここに食い込んでいけるかどうかっていうのが課題になるかなっていうふうに思います、まあ、というわけで松原選手についての動画でした、まあ、アカデミー出身の選手のカムバックということで まあ盛り上がっている札幌界隈ですが、まあ、今後どのように試合に絡んでいけるのか楽しみなところですであと松原選手なんとなくツイッターとか好きそうで、まあ、向いてそうな気がするんでいろいろと発信していってほしいなぁとも思います、まあ、というわけでまとまりもなくすみませんがこの動画はこの辺で失礼します最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうそれでは。